やあ、また会ったな。クロ、シェルター201の風力発電機が故障したんだけど、工具を持ってない？シェルター201。ああ、バイリンのとこか。また問題が起こったのか？工具ならここにある。ほら、やるよ。あの、ありがとう。いいってことさ。イルミネーションの礼だ。待ってるだろうから、早く行ってやりな。治ったわ。バイリンの方は手がかりをつかめたかしら。戻って聞いてみません。発電機は3台修理し終えたわ。シェルターのエナジー供給はこれで回復するはずよ。よかった。これでみんながきれいな水を飲めます。お探しのショーンさんですが、誰も心当たりがないようです。もしかして聞き間違えたのかな。社長は確かにショーンと言ってたはずだけど。もう一つ可能性があるとすれば行員さんですね。少し前にキリオンの鉱山から逃げてきた人たちがいます。私はよく知らないのですが、その中にお探しの方がいるかもしれません。彼らの仮住まいを訪ねてはいかがですか。すぐそこにあるあの家です。
すみません、ショーン・ガビルという人を知りませんか？シャドウや、うちの可愛いシャドウや。シャドウ？あ、いえ、ショーン・ガビルって人のことを聞いてるんですが、どこにいるかわかりますか？あの、シャドウ、早く帰っておいで。外は危ないよ。ショーン、そんな奴ここにはいないけど。説明。その人はあなたと一緒にキリオン鉱山から逃げ出した鉱員です。鉱員？パンゴリンやタミル、フォーチュンならわかるが、ショーンなんてやつは知らねえな。そっか、ありがとう。他を当たってみるわ。ショーンって名前の知り合いはいるけど、君が探してる人とは違うな。そいつはもう何年も前に死んだ。その鉱員ってやつ、名前間違ってないか？本当に間違ってるのかも。ショーンが本名じゃなかったら厄介なことになるわ。日記にはブライアンとあります。バイリンに聞いてみてはいかがでせん？どうでした、ショーンさん、見つかりましたか？ショーンの日記は見つかった。でも関係者は全員ショーンを知らないと証言してる。ここでは名前や身分を偽ってたのかもしれないわ。身分を偽っていた。今唯一の手がかりはシェルターに住むブライアンという名の子供。その子の居場所はわかる？ブライアンを探してるんですか？あの子ったら。私にも居場所がわからなくて。彼のお母さん、オリビアに聞いてみてください。あなた、この辺の人じゃないわよね。ブライアン、あの子がまた何かした？しばらくおとなしく家にいなさい。どこへも行くなって言ったのに、まったく。それは誤解です。私たちは彼に聞きたいことがあってきました。少しだけ話をさせてください。あの子なら家の裏手の芝生にいるわ。向こう側に回ったらすぐ見えるはず。案内しましょうか？ううん、大丈夫。ありがとう。ねえ、あなたブライアン？そうですけど。ブライアンという人が他にもいれば別ですけどね。僕、あなたが浄水器を直すとこずっと見てました。ベンジスから来たんでしょ？知ってますよ。人を探してるんでしょ？でも聞く相手を間違えてます。レイおじさんやベンは、ショーンなんて人を知りませんから。リンダおばあちゃんは、チャドがいなくなってから頭が変になってしまったんです。ショーンを失踪した自分の息子と勘違いしてるんですよ。あなたはショーンを知っているのですね。もちろん、ここではパンゴリンって呼ばれてます。あそこに大きな倉庫があるでしょ？あの中にいますよ。でもあそこは、バイリンさんが立ち入り禁止にしています。倉庫の監視装置はずっと前に充電が切れたから、中の様子がどうなっているのか、今は誰も知りません。なぜその人を閉じ込めているのですか？中にいるのはショーンだけじゃありませんよ。他にも重傷の人とか、サプレッサーが壊れた人がいっぱいいます。みんなベンジスからの救援物資を待ってるんです。
間に合うかどうかは謎ですけどね。ねえ、もしショーンに会いたいならバイリンさんにお願いした方がいいですよ。許可をもらわないと衛兵が中に入れてくれませんから。ショーンの手がかりを見つけた。ここではパンゴリンという名を語ってる。今は倉庫に閉じ込められてると聞いたわ。そうですか、パンゴリンが。ブライアンたら払いざらい話してしまったのですね。実はパンゴリンはもう。持ちこたえられなかったの？いえ、電力供給が回復した後、倉庫内の監視カメラを確認したところ、彼らはもう元の姿ではありませんでした。それはつまり変異したということですか？ベンジスから救援物資が届けば彼らを救えると思っていたのですが、今はもう。変異した人たちをどうすべきかは分かってるわよね。でもあそこにいるのは私たちの仲間です。私にはできません。彼らはもう仲間じゃない。シェルターでずっとモンスターを飼い続けるなんて無理よ。わかりました、倉庫を開けさせましょう。あなたも協力してくれませんか、モンスター退治に。しまった、倉庫からミュータントが。慌てないでください。一緒にこの困難を乗り越えられなくてごめんなさい。でもあのモンスターたちはもう仲間ではありません。必ず倒さないと。もう安心です。でもショーンさんは。彼は立派に自分の務めを果たしたわ。ここで亡くなった人たちはみんな私たちの仲間です。彼らの払った犠牲を私は決して忘れません。頑張ってリーダーの責任を果たします。みんなの期待を裏切らないように。バイリンさんならきっと素晴らしいリーダーになれます。いろいろありがとうございました。シェルターの再建はまだ始まったばかり。私今まで以上に頑張ります。いつでも遊びに来てくださいね。
フランツ、ベンジスのオムニアムタワーは止めたわ。ジークの件は調べがついたの？ナビアのケイトス島に向かったようだ。大方変わり者のドクター・クレアのところにでも行ったんだろうね。あの女はハガードの元研究員だよ。あることが原因で仲間割れして今は単独で動いている。彼女は一人でケイトス島を築き上げ、
奇妙な小型の人形を次々に作り出した。それからはずっと島に身を隠して研究を続けてきた。なんていうかな、変人だな。傷のもんは大したことない。だがピオの件でショックを受けて落ち込んでる。カレイドおじさん言ってた、あなたには感謝してるって。それと私たちに合わせる顔がないとも。テオにあんなことをした自分が許せないって。人間ってのは愚かなことをしでかした後になってようやく冷静になれるもんだ。カレイドには反省する時間が必要だ。彼には早く元気になってもらわないと。ここはあいつで持ってるようなもんだから。あなたたちここを出ていくの？ああ、俺たちにはまだやることがある。いつまでもここにいるわけにはいかない。ここからは二手に分かれよう。君はケイトス島に調査に向かってくれ。俺はハガードに戻って上に協力を依頼してみるよ。私の出番？私の活躍を期待しててください。